僕さ、よくさ、エレベーター乗るときにさ、クズハン先に乗ってもらって、クズハンの背中から、クズハンを壁に押し合って、背もたれにすることが多いんだけど、最初はクズハンは、どういう?みたいな感じだったんだけど、最近だったらクズハンもなんかちょっと受け入れてきて、自然な形ですってなることが多いな。そう、最近思った。もう何も言わなくなってきたねって話をした。もう最近は、もう分かってるんだろうね、クズハも。かわいそう、絡まれて。いや、ボタンの前に立たない人、奥に行く人。もう多分ね、めんどくさくなって何も言わなくなったんだよ。そうそう。だから結構ある、こういうこと。うち来てさ、うち狭いからベッドの上座るんだけど、みんなで。で、僕がこう、クズハが前にいて、僕は後ろにいて、テレビがあって、クズハでテレビ見ないときに、クズハを、倒すの、こっち側に。で、あ、そう、頭が邪魔で見えないんだよ、テレビがちょっと重なってて。だから僕の方に倒して、よし、つって見るんだけど、そう、最初もね、どういうみたいな感じだったけど、最近はもう、なんか、ああ、みたいな感じになることが多い。そうそう、そういうのも多いな。なんか慣れなんだろうね、こういうのも。まあ、クズハが僕を背もたれにしてるっていうよりは、僕がクズハを後ろに引っ張ってるのが近いかも。でもそういう感じ。でもなんかそういうボディーランゲージじゃないけど、多いかも。アッキーナとかすぐ泣きついてくるからね。アッキーナすごいよ。アッキーナすぐ抱きついてくるから。うん、どうしたの?みたいな感じになる。よくアッキーナの頭撫でてるイメージある。僕も。